ウルムチ駅爆発事件は2014年4月30日に中国新疆ウイグル自治区ウルムチ市で発生したテロ事件である。習近平総書記が同自治区を初めて視察した直後に発生、自爆した2人を含む3人が死亡し79人が負傷した。5月14日、逃亡していた容疑者7人が拘束された。5月18日、中国公安当局は ウイグル独立派組織東トルキスタンイスラム運動の関与を明らかにした。ニューヨークタイムズの報じたリークによれば、この事件を受けて習近平は、同年5月の新教工作座段階での秘密演説で一部の強硬派が主張するイスラム教の規制や根絶は否定しつつ、ソビエト連邦の崩壊やアメリカ同時多発テロ事件も挙げて、 経済発展を優先した、胡金党元、総書記指導部と安全保障より人権を優先した、欧米は、テロリズムや、分離主義の対策に失敗したとして、人民民主独裁の武器を躊躇なく行使せよ、情け容赦は無用だと述べて、テクノロジーの活用を支持し、対テロ人民戦争、現代某恐れ活動先行行動を掲げ、12月31日には、 当時の新疆ウイグル自治区人民政府主席だったヌル、ベックリオ、ウイグル族公館では、異例の中央の要職である国家発展改革委員会、副主任権国家エネルギー局局長に抜擢して、習近平はウイグル重視を打ち出した。特に2016年に、陳全国が新疆ウイグル自治区の当い初期、アケミリンが当い副初期憲政法委員会初期に、 それぞれ就任して、翌2017年2月に武装警察、公安部、民兵を集めた、決起大会で、アケミリンが、人民民主独裁の強力な拳で、すべての分離主義者とテロリストは粉砕すると演説して、以降、新疆ウイグル再教育キャンプへの大規模な交流が、始まったとされ、国際調査報道ジャーナリスト連合が入手した、中国政府の内部文書によれば監視カメラや、 携帯電話などから個人情報を収集してアルゴリズム解析する一体化統合作戦プラットフォームによる AI と機械学習を利用したプレディクティブポリシングで選別されたウイグル人は予防抗菌されるようになりノッティンガム大学の新疆研究者であるリアン・トゥムはコンピュータが人間を強制収容所に送る例は他にないと評している2017年6月時点でこのシステムは 新疆南部で2万人の個人を特定し、1万5千人をキャンプに送り、2千人を自宅軟禁にしたとされる。また、全面的に管理統制が強化され、新疆ウイグル自治区はウイグル人住民が QR コードで管理され、自動車の全車両やメッカへの発地の際には、追跡装置が装着され、モスクなどに張り巡らした AI 監視カメラによって、 人種プロファイリングで識別され、様々なハイテクで、顔認証、交際、指紋、DNA、声紋、保養解析など一挙手一投足を監視される、世界でも類りのない警察国家、完全監視社会の実験場となったと欧米メディアや人権団体は批判した。ありがとうございます。